どうも、すべて反応です。どうも、集めのネガです。ピロマラです。フェイリンです。フェイリンです。どうも、アガです。サイです。今回の企画は、はい、ドライブスルーシャトルラン。やばそう。シャトルラン好きだね、はい、本当に。ドライブスルーはね、はい、各地に点々としてると思うんですけど、はい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 、ドライブスルー、これ全部入ります。見えたら見えたら入りますね、まず。まず前提見えたら入ります。なるほど。で、注文して、で、食べ始めて、その次のドライブスルー行くまでに、絶対に完食してください。やばすぎる。頼む量に依存する。次のドライブスルー行くまでに、もし、完食できていなければ、まあ、そいつらも敗退。やはりね。完食のタイミングは、その次のドライブスルーの注文口に続いたらね。なるほど。で、混んでたらちょっと、混んでたらラッキーみたいなこともあるってこと。スタバとかちょっと有利。あ、なるほど、なるほど。注文する料金とかは、あの、くじ作ってるんで、例えば200って引いたら、200円分頼んでください。いや、もうちょっと、品種やけどね。まあ、200円分だけ。まあまあ、ええか。どれぐらいあるんですか、上で言うと。あ、上マックス、まあ、それ言えないんですけどね。あ、言えないです。あこれ1万円以上あるぞ。今回、そのチーム、2チームに分かれて、まあ、3-3で戦ってもらうんですけど、はい、1区間でドライブスルーで食べる人はもう1人です。もう6人の中の1人。そう。これはくじで選ばれた1人が、まあ、食べますと。今回はもう完全に運ゲーで、もしかしたら一生自分のチームのやつから食べる人を選ぶ可能性もあると。ちなみに今回勝った方のチームなんですけど。でもそれ、勝った方のチームとか、何に勝ったんやろね。そのチーム、何に勝ったんやろな、この企画で。強運の持ち主。強運の、そういうことですね。なんと、1週間、ウーバーイーツ取り放題の券プレゼント勝手に請求していいってことで。そういうことです。勝手にその1週間は。勝手に。というわけで、メイクイットパスモーウィズ、ブレイクスルーケンタキ。じゃあ、チーム決め。最初はグッチチのグッドッパ。わからんな。グッチョッパ。お、いやー、まずい。これ、ゲームバランスまずい。じゃあ、若い子の方が食うって言うから、俺らの方が不利なはずないから。まあ、まあ、まあ。マジで食えんからな。ヒロマルさんはマジでやばいです。ほんまに1食でもう食べれないレベルやから。そうそうそう、 0.5 食分ぐらい。じゃあ初手で死ぬ可能性あるってこと。いや、そうそう、ほんまそうです。ちなみにさ、設定金額ってさ、それ400円やったら400円以上頼まなあかんの。ああ、マイナス 10% はいい。360円は OK ってこと。結構だってその次がだって500とかいっちゃったらちょっとかわいそう。確かにね。じゃあまず最初に食う人決めたいと思います。まあまあまあ、じゃあ一番食べれないピロマルさんが左じゃないですか。あ、そうですね。じゃあピロマルさんから引いて自分。俺のターン。ドロー。おいー、おいー、おいー、マジか。じゃあ次、金額くじです。はい。お、お、お、200円。おお、これはどう、結構大変ですね。道とかは、これ乗りっすか。これ乗りです。あ、乗りなの。もうドライバーの特権ですよ。なるほど。でもこっちチームしかドライ俺らチームしかドライバーおらへんで。そうなんです。実ゲームバランスやばい。ゲームバランスやばいな。まあ行きますよ。じゃあというわけで、レッツドライブスルー。いや、なんか最近春感じません？めちゃくちゃ感じるよ。まだ2月ですけど。花粉よ、ほんまだから。みんなお盛んなんですね。受精したがってるんだ。受精したがってるやろな。コロが受精したがってる。めしべの中東にめがけて。ちけえな。幼馴染みたいな感じですよね。木って同じ木同士で受粉するんじゃん。まあ大体そうや。そうなんや。めしべの中東に振られることないから。確かに。あの世界いいよ。あの世界。あの世界。あ、また。ついたついたついた。あ、着きましたよ。はい、じゃあ1軒目。スターバックスコーヒーでーす。何頼む？何ありますか？あ、でも大体200円超えてんで。だけカスタードプリンケーキいらん。OK です。甘おういちごのチーズタルトでお願いします。甘おういちごのチーズタルト。それだけでええの。え、だから両親痛まへん、それで。両親青いやと思われへんか、それ。甘おういちごのチーズタルト一つだけください。甘おういちごのチーズタルト一つだけ。おー、313円。じゃあ今のうちにちょっと二人目ね、聞いときたいと思います。ピノマルさん、お願いします。こいつだ。ドゥンガー。ドゥンガー。はい、まあ、これ何円分でしょうか。それ以上に恥ずかしいわ。なんか恥ずかしさが勝ったわ今。お、500円です。500円です。いやいやいや、君たち。いやいやいや。じゃあピノマルさん、はい、次のドライブスルーまで、よーい、ドン。いただきます。最
オッケー、わが飛ばせ、わが飛ばせ。あーあー、よしよしよし、安全運転で行きましょうね、皆さん。してない、してないよ。ちっちゃ、ちっちゃ、おい、ちっちゃ上に一口ちっちゃ。でも口パサパサになるから、これおいしゅう、おいしゅう、おいしゅう。あ、ガストありますよ。いや、でもガストはドライブスルーはできないじゃないか。せー、ピノマルでももう4分の3ぐらい食い終わってる。マジ早っ。信号待ちってめちゃくちゃ重要ですね。信号待ち重要。ちなみにあの、うまい、おいしゅう、おいしゅう、おいしゅう。なんかバスゲームなんか、あのおいしいって言えないバスゲームかなんか。京都っぽくいないといけない罰ゲーム受けてんの。お、マジな話なんです。うん、完食って言わない。完食です。おお、広っ、余裕。これ完食せんかったらみたいな話だけど、こっちからしたら。あ、スキヤがあるよ。あ、ドライブスルーって書いてる。スキヤドライブスルーに到達でーす。あ、でもとろり3種のチーズ牛丼弁当並盛りジャスト500円。おっ、チーユいきます。じゃあ念願引いてください。ちょっと食べたいけどな俺。はい、食べてもいいじゃん。うん、誰？わかん。おーい、運転手交代多いぞ。500円。じゃあ念願、はい、よーい、シャトルダン。くっさくっさ、あれ、チーギュいいな、チーギュ、匂いが。でもこれ次いつ来るかわからんよ、マジで。あっつ、これ、あっつあつやん。早く来い、早く来い。でもお前そのエツラ似合ってるわ。いや、そのエツラ似合ってるわ。めちゃくちゃいい匂いするな。やばい、水がないのめっちゃ痛い、これ。あっ、あっ、吉田や、吉田や、吉田ある。あ、全然いける。おお、はいや、口の周り汚な。完食。すげえ。でも全然余裕やったな。完食。え、これないかもしれない。危ない、マジで。あ、ないないない。全然ないやん。なんや、俺もっとゆっくり食えばよかった。ゆっくり食えばよかった、俺。全然ないな。お、マクジャナオがあるよ、マクジャナオが。あ、ケンタッキー。ケンタッキーが先や。ケンタッキー着きましたよ。普通のチキンを2つ。会計490円でございます。いやいや、500円、500円、10% も入ってた。はい、はい、OK です。誰に言うとんねん。ノエリー、ノエリー。じゃん、300円。そう、マクドナルドがあるから、あの 50m 先に、まあ、あれはもう入りますよ、もうあれはもう。それでは1についてよーいドーン。これまず何のチキンが入ってるかって結構大事で。確かに。だって近くね、近くね。マクド見えてる、次のマクド見えてる。もうだってさ、あそこにマクドナルドドライブスルーの文字が見えております。はい、ほよー。これはこれはすぐ食べれる。うわ、それね。まあ、ね、まあ、そういうことね。ちゃんと綺麗に食べてくださいね。はい、来ましたよ。よし、よしよしよし、お前話しとけな。どうそれ、どうどうどう。いや、もう全然演じゃなくない。どうそれって変かな。あー、もう邪魔だな。やべ、来たドライブスルー。いけへん、行かして、行かしてくれませんか。行かして、あります、あります。あああああ、しかし人がたくさんいるので。はいはいはい、それだけ。じゃあご注文お願いします。はい、ありがとうございます。お茶もお願いします。あ、これマガアウトです。残酷な、残酷な、残酷な集長業者、残酷な集長業者よ、完全に。じゃあノエリ、よーい、スタート。俺は悲しいよ。ちなみにマガがいなくなったのこっちとしてだいぶ痛いから。めちゃくちゃ、僕お腹めちゃくちゃ薄い。昨日のね、夜食ね、我慢したんですよ。明日でお腹空いた方がいいかなと思って我慢したのに。食べ終わりました。ほよイエーイ、サルエル。ドライブスルーあんまないせず、テイクアウトは入れたらええんじゃん。ピザとか食べてんのおもろない、なんか。まあ、というわけでですね、ドライブスルーがあんまりないので、こっから、まあ、テイクアウト参入でございます。マジ？いや、ラーメンとか来ますよ。はい、牛丼行きました。お、わあ。はい、じゃあサルエル。ノエリ引け。天眼。なんでやねん。もういや。なんでやねん。俺もう牛丼食ったって。700円。ちょっと待てよ。いただきます。いただきます。1枚うな重。
あー、その手があったか。次の人引きまーす、はいはい、ピロマル。じゃーん、チーム2人で800円。はい、特殊カードです。これはあなたが選んだ2人とタッグで800円分食べきってください。命綱を選ぶわけですね。そういうことです。レスキューシートです。じゃあノエリンで。いやいや、ギフト。はい、じゃあ次はノエピロで800円ね、はい、いや、しんどいしんどい。さっきも結構。はい、ごちそうさま。はいよー、はいよ。あー、もう吐きそう。うん、無理。苦手なんです。あの、米の上になんかブツが乗ってるのもう絶対食べたない。まあ、なんか前振りにしか聞こえんの、なんか米の上。はい、マクド。はい、マクドとガストとラーメンと、これマクドナルドです。マクドナルドで、あそこにケンタッキーフライドチキンがありますね。この 50m をクリアできるのか。ハンバーガー 50m で食べれます。いけるよ。ハンバーガーワンチャン一口食えるよ。ですよね、ワンチャン一口食える。ベーコンレタスバーガー単品お二つ。はい、じゃあピロマル引いて。はい、じゃん、ノエリ。よっしゃー、ノエリきたー、列ルート。でもベーコンレタスバーガー2個ピロマルさんじゃないですか。そっちの方がいいかもしれない。いけるよ。もう、はい、よーい、ストーン。はい、ガンバ、いきます。レッツゴー。これ結構行くの難しいかな。そうなんですよ。めっちゃすぐ。いいね、いいね。お、いいよ、そのペースだ。あ、なかなか行けない。もたついている。来た来た来た、車来た。ここでどうなん。あー、おっとさあ、うん、左に曲がって、でも右折入場です。右折入場です。さあ、ここは一旦 U ターンしましょう。残りあと何秒だ。運転部、あー、ピロマ入った、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 口入れただけ。口入った。ノエリンがまだ3分の1残っている。演者として能力を持っている。あー、入れない。だが、しかし、だが、しかし、入れない。カー登場。あそこに注文口があるんだが、なかなか入れない。来た、来た、来た、口の中に、来た、来た、来た、中に。さあ、一方ノエリン。おっと、これはもう来るよ。5、4、3、2、1、脱落。だーっと、命綱のノエリンが食べきれなかったということで、ピロマルさんはここで脱落でございます。ノエリンいくらですか。600円。え、600円。ナゲット5ピースと、あ、5ピースで大丈夫です。あと、ナッツオレンジ。食べたくないのに来てる。え、つらっ。死んだのにさ、何も喋られんかったんやけど、口にいっぱい入ってたから。電源がやばい、電源。電源もやばいって、ほんまに。はい、次引きます。電源。電源でーす。お前、どうしくんだろ、もう。じゃあ、ノエリちゃん行くよ。あ、怖かった。え、もう、ボブボンボン。え、全部食べたんだけど。マクドあるよ。お前、あるっちゃうよ。このシャトルランはエグいわ、このシャトルランエグい。リアルにシャトルランの距離しかないもんね、これ。いやー。お、偉い。終わりました。偉いよ。偉い、偉い。あ、ドミノピザ。ドミノピザ、ドミノピザでーす。あ、2品で600円。2品で600円。2品で600円。ちょうどシーザーサラダとポテトフライ。おこっちの方がいい。いや、ポテトフライ。何の意地やねん、お前。じゃあ、電源に引いてもらいましょう。カノー、おい、来たかー。はい、スパーツ。電源やっぱ、でも食うてる姿似合うよね、やっぱ一番。お前やっぱ食品系の案件もらった方がいいんじゃん。やっぱ、やっぱこいつがうまそうに食うんで。あ、でも、マクドナルドの。マクドナルドが見えましたね。あ、0.6 キロ先。いけるよ、これ。どっちやねん。どっちやねん。やっぱ行ってほしい。いや、ちょっとでもなんか、そうそう、なんか個人の記録として見てたいっていう。さあ、さあ始まりました。あー、でももうすぐ着いちゃうよー。こうなったら早いからな、車ってのは。マクド混んでるからな、マクド混んでるからな。いやいや、あいつら仕事できるんで。確かに。あ、空いてる。浮かんだからや。まだ参る、まだ行ける、サラダ行ける、口に入れたらい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 ける。あー、いける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 いけ
アウトアウトサイドサラダ単品で一つと枝豆コーン一つとあとヨーグルト一つサイドメニューで全てくるあのアマシンの方行くアマシンアマシンアマシンじゃなくないってアマシン僕らのポキンだとアマシンちゃうわ電源が電源がお経を唱え出したやばいこいつやばいなんか早食いってなんかあれやなほんまにでもありがたみないなこれあれこれなんだよ。ごめんありがたみない。ありがたみないよ。ごめんごめん今のあのあれなんか声やけどあのなテンションが飛び飛びなタイプってんの俺。徐々にマジでちょいちょいあのログオフすんだよ。ログオフさせられるよね。大丈夫。じゃあ残り3枚ね。はい。鼻をされるノエリン。はい。されるー。グラナツ仕上げに来ました。何寿司。うわすぐつけすぐつけニトリあるニトリニトリあるニトリあるニトリあるよニトリあるよニトリベッド食うベッド食うベッド食うベッドってハンバーガーに行ってるからな確かに確かに確かにマクドマクドまあでもねこの辺でちょっと一旦ね行っとこうかなおいホットアップルパイ一つ以上ではい、お会計100円です。どうぞ、ありがとうございますそろそろもう早くしないと食べないとホットアップルパイ食べないとやばいやばいやばいやべえなあっあっちああこれもうやばいねあ、入ったおお。これがなんかアップルついた卵とおしんこでーす。あーはい、卵とか。のやりー。500円。おー、まあ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 。まあまあ余裕よいね。牛ふたつ、半熟卵1つ、でキムチが2つ、味噌汁1つ、うん、で私はもう牛小鉢に卵とキムチをかき混ぜて1回で食べます。ほー。私が引いたのは鼻をマジで言ってやるお前600円はい600円ってやばいこれまずいかもしれないこれマジでこれまずいやばいめちゃくちゃ匂いあるもんだめちゃくちゃ匂いうわっ待ってなんかあるんちゃうあれちゃうわあマクドあるすぐって書いてあるわすぐ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 今あそこにマクジャジャーのすぐが見えてますよさあ一方ノエリはどうだ泣きそうになり泣きそうになりながら味噌汁かき込んでるこの子なんでそんな本気になれるのか水震えてるもん手熱くて水も入れたら電源さんが親のような目線とかアスリートに見えてきたぞなんか確かに水入れた方があれかポチ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 お前からそんな必死な姿見せられたら俺ちょっとなんか泣きそうになるちょっとまあうん頑張ってねめっちゃ薬飲めたねやな食べましたうわーすげーめでたいめでたいなんか感動したあーやったー600円やったありがとうございますはいマックジャーナー起きましたよプチパンケーキキャラメルラテヨーグルト一つ引きますカード引きますせーのーでほいおいおいえ、花さんふざけんなよ、まず全が。いや、知らんよ。ちょ、ほんま、ちょっと、せーので、はい !200 円やったーいける。はい、よっしゃー飲んだよ。用ないよ、これ、ほんまに。もう RPA いけたね、今。よ、きっつ。もうさ、電源何も反応してくれへんもん、もう。電源何も言ってくれへんもんもう一人だけ先天国行って僕が買ってきたのはプリンからのトロロやばなんか下手やなんか下手やな一回でしょこいつ何なんて俺はもう体積重視やからこいつ何なんて思う絶対何やねんもうあーもうやー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 
らもうだるいてお前らすごいなすごいな何それもうすごいなあいじめやんいじめやんこれ響きだけトロロプリンでそういくんやすごいなうわえぐ初めて見たうわすごいや絶対おえってなってるやんもう一回いきますよそれやめてややべ泣きそうこれお前待ってこれ無理やこれマジでこれ好きやもう好きやプリンいったんあきしょこれもうやばいやばいやばいこれ無理つくつくうっあほんまにあトロランチしちゃったトロランチしちゃったほんまに到着ほんまに泣いてるよ俺もうほんまにほんまに出なかったよ今のこれさっきのブレーキでトロランチしちゃったというわけでのえっぴろサルエルチームの勝利でーすということで今日の運が一番悪かったのは僕でしたお疲れ様です。お疲れ様です。じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。え、この中でお腹空いてる人。はい。嫌だ、気色悪い。